皆さんこんにちは。本日は新型コロナウイルス感染症対策につきまして、県民の皆様、事業者の皆様に対しお願いしたいことがございます。その内容についてご説明するために会見を開かせていただきました。はい、福岡県内の中では唯一福岡市が、飲食店等の時短要請の対象になります。内容についてはこれから知事から、お話をいただくということでありますが、ぜひ、気持ちを一つに、感染拡大、食い止めたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。それでは座ってご説明をさせていただきます。まず私の方からご説明を申し上げますが、本県では新型コロナウイルスの新規陽性者数5日連続で100名を上回っている状況にございまして、国の分科会が示すステージ3の相当に迫る予断を許さない状況にあるという認識でございます。また変異株の陽性者の方も直近の1週間では前の週に比べまして約 1.6 倍に増加をしておりました。さらに感染経路不明者も5割を超えております。市中感染を疑わざるを得ない状況であるということでございます。第4波の入り口に立っているという認識で強い危機感を持っております。このため本日福岡市をはじめ市町村との6者協議を行いまして合意をいただきましたので、先ほど県の本部会議を開催し対策を決定したところでございます。新規の陽性者の方を地域別に見ますと、4月以降福岡市での増加が顕著でございまして、福岡市における感染の拡大は県下全域に及ぼす影響が大きく、これ以上の感染拡大は何としても食い止めなければならない。このため本県独自の措置として県民の皆様に不要不急の外出自粛をお願いいたしますとともに、福岡市内の飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請することを決定いたしました。今後県と福岡市と緊密に連携し、力を合わせてこの感染再拡大を何としてでも食い止めたいと思います。そこで本日高島福岡市長と共同で会見を行い、県民の皆様、福岡市民の皆様に呼びかけを行うこととしたところでございます。協力要請の内容でございます。県下全域の県民の皆様へのお願いでございます。4月20日火曜日から5月の19日水曜日までの間、日中も含めまして不要不急の外出を自粛してください。まん延防止等重点措置の実施地域など、感染が拡大している地域との不要不急の往来を自粛してください。県をまたいだ移動につきましては、目的地の感染状況や自治体からの呼びかけをよく確認して慎重に判断をしてください。引き続きマスクをつける、手洗いをしっかりする、人と人との身体的な距離を取る、こういった基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。20代から30代の若年層の方々においても感染拡大が見られております。重症化する事例もございます。重症化しやすい高齢者の皆さん、おじいちゃんおばあちゃんへの感染を広げないためにも慎重な行動をお願いいたします。飲食の場面でございますが、飲食については少人数で2時間以内で深酒をせず、会話の際はマスクをつけて大声を出さないでください。これらを徹底していただきたいと思います。次に、福岡市内の飲食店のなどの皆様へのお願いを申し上げます。まずはじめにですね、飲食店等の皆様にはこれまでも歯を食いしばってご協力をいただいてきたところでございまして、本当に
改めて感謝を申し上げたいと思います。再びこのような要請をせざるを得ない状況となりましたことをご理解の上、ご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。要請でございますが、4月22日木曜日の0時から5月19日水曜日の24時までの間、営業時間を5時から21時までとする。酒類の提供は11時からとし、オーダーストップを20時30分までとしていただきたいと思います。要請に応じた店舗の皆さんには協力金を支給をいたします。協力金につきましては、これまでの一律支給を見直し、売上高に応じて段階的に設定をいたしております。中小企業は1日あたり2万5000円から7万5000円、大企業の皆さんは売上高の減少額に応じ1日最大20万円を支給することといたします。また事業者の皆様におかれましてはですね、人と人の接触機会の低減に向けて在宅勤務、テレワークですね、あるいは時差出勤などを強力に推進していただきたいと思います。このような要請につきまして、じゃあ出口はどうなるかということでございます。5月19日までの間を要請期間といたしておりますが、これより前に国の分科会が示すステージ2相当以下になる傾向が明らかになってきた場合には、その段階で専門家の皆様のご意見も踏まえ、総合的に判断し要請を早期解除することを検討したいと考えております。この際、その傾向ということを申し上げましたが、特に新規の陽性者数の傾向、これを重視したいと考えております。それでは市長、よろしくお願いします。はい、今知事からお話があった通りの現在の認識であります。これ以上の感染の拡大ということにブレーキをかけていきたいということで、県とさまざまなその状況について意見交換をする中で、できるだけもう早い段階でこれ以上の拡大の防ぐブレーキを踏むべきではないかという話に至りまして、今回の市民のまた県民の皆さんへの要請につながったわけであります。で、特に、これは福岡市の産業構造的な問題ですが、非常にその人の人流が多いわけですよね。ですからやはり福岡も一番最初は例えば東京や大阪から、出張できたりっていうような方から、最初広がってきたんですが、ただ現在の状況を見るともう市内の中だけでも広がってきているという状況にあります。で、この傾向はどうなっていくかというと、これはこのあと県内の各市町村にも、だんだんこう広がっていくという流れに、これまでの傾向ではなるわけですね。また東京、そして特に大阪の状況を見てみると、こうした地域からおよそ1ヶ月遅れて福岡はこれまでも感染が拡大してくるという傾向にありましたので、そういう意味では早い段階から県独自の対策として、独自の対策を打っていくということは、大事だろうという認識に至ったわけであります。それでやっぱりこれは知事とも認識同じなんですが、本当に一生懸命歯を食いしばって頑張っていらっしゃる飲食店の皆さん、事業者の皆さんにとって時短要請だとかこうしたことを強いるということは、これは本当に我々自身もやりたくないです。もうできればやりたくないという思いがあります。ただ例えば緊急事態宣言とかですね、もっと厳しい状況になる前のところで、踏みとどまるためにも、早い行動ということで今回、市民の皆さん、県民の皆さんにお願いをすることになったわけであります。で、協力金については先ほど知事からお話がありました。また福岡市としてもですね、合わせて、飲食店や、小売店など人の往来ですね、お客さんがいらっしゃるような場所の感染対策のサポートとして、例えば換気のための機器の購入ですとか、それから工事ですね、店舗の工事、
まあ、こうしたものにかかるサポート、それからデジタル対応サービスの導入、こうしたものには最大60万円という支援金を準備をしておりますし、また医療介護従事者に対する検査ですね、コロナの検査についてはこれは無料で検査を行いますので、ぜひこうした制度も活用をいただければというふうに思っております。いずれにしても今市民の皆さん、県民の皆さんへもお願いをしますし、一方で先日は知事が温度を取っていただいて病院長会議ですね、そこで病床を増やすという方向性も出していただきましたので、まあ、そういう意味では、前回は結局病床の使用率が下がりきらないままという状況はあったんですが、まあ、しっかりここも増やしていくという努力も我々行政としても行いつつ、ぜひ医療提供体制が壊れないようにですね、皆さんと力を合わせていければと思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いをいたします。次から最後に答えました。お願いします。次のよろしい最後、はい、皆さん力を合わせてこの新型コロナの感染の拡大を防ぎましょう。大切な人の命を守りましょう。おじいちゃんおばあちゃん、ご家族の皆さん、またお友達恋人、自分自身にとって大切な人の命を守る、このために慎重な行動をよろしくお願いを申し上げます。ぜひここはこれ以上の厳しい措置になる前にですね、この段階でぜひ、みんなの力で、感染拡大食い止められるように力を合わせていきたいと思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。